教えてマチカドティーチャー。こんにちは、田口千恵子です。今回のマチカドティーチャーは出張料理バルバルのシェフ菅井美由紀さんです。美由紀さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も短い調理時間で毎日楽に作れる料理、世界のスパイスと日本古来の調味料等を融合させたシンプルで命のあるお料理のレシピを菅井家の厨房にお邪魔して教えていただきます。それでは菅井さん家のゆるくら厨房スタートです。はい、ということで、はい、美由紀さん、今回の今までね、世界各国のお料理をご紹介してきましたけれども、今日のお国はどこでしょう？はい、今日はイギリスです。お、イギリス、これまたおしゃれな感じですね。はい、それでは BGM は美由紀さんのご主人で名張ゆるくらギター教室講師の、久志さんです。久志さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。菅井です。はいはい、今回の、国はイギリスということなんですが、はいはい、BGM はどんな曲を？そうですね、今日の BGM はこの曲も皆さんが知ってるポピュラーだと思いますが、小学校とかでも習ったことあるのようなグリーンスリーブスというイギリス民謡かと、ちょっとそこら辺作者が不詳なんですが、うん、その曲をやりたいと思います。はい、はい、ではお願いいたします。さあ、ではいよいよ、クッキングスタートということですけれども、はい、はい、今回イギリスなんですね。はい、イギリスというと、ちょっと前の時代まではイギリスには美味しいもんないって言われてたんです。そうなんです。いや、知らないです。イギリスといえばフィッシュ&チップス、お芋ちゃんとお魚のフライ、うん、それぐらいしか有名な料理が、ちょっと言い過ぎなんですけど、そのぐらいが美味しくて、あとはなんか美味しくないって、で、イギリス人が自虐ネタで、いや、イギリスは別に美味しいもんないからフランスに行きゃいいしみたいな感じで言ったりするんですって。なるほどね。うん、だけど最近はヨーロッパ統合されて、うん、イギリスはもともと多分日照もあんまり良くないし、うんうん、あんまり作物もたくさんなかったような歴史的背景があるけど、だんだん入ってきて、うん、今は素晴らしい料理人がたくさん生まれて、とっても美味しくなってるんですって。だけどそのイギリス人がとっても大事にしてるのはティータイムで、うんうんうん、ご飯はなんかその美食を求めるにはなんていうのかな、プロテスタントですからね、うんうん、ちょっとはしたないっていうか、そんなことを言わないで神様に感謝して食べましょうみたいなんだけど、粗食がいいみたいな、そう、ね、うん、そう、うんうん、なんだけど、お茶はすごく凝って、どんな、なるほど、楽しく過ごしていらっしゃるようです。確かにイギリスといえばティータイム、うん、っていうイメージありますよね。うん、ありますね。うん、で、今日は最も簡単なスコーンを作ります。スコーン、うん、ティータイムには欠かせない。はい、あー、スコーン、そして作ったことないわ、作ったことない、はいはい、でも混ぜるだけなんですよ。うん、で、今日は子供ちゃんにも食べさせたいので人参を入れます。お、いいですね。はい、ではまず材料をご紹介いただきます。はい、はい、小麦粉が薄力粉 100g です。はい、人参すりおろしたものが 65g ぐらいです。うん、たっぷりですね。はい、お砂糖が大さじ2です。このお砂糖は、これはきび糖です。はい、きび糖。ベーキングパウダーが小さじ1杯ぐらい。はい、これはアルミフリーのやつですね。はい、アルミフリーのやつです。お塩が少々で、フェンネルのシールです。これあんまりメジャーじゃないけど、うんうん、人参とフェンネルってすごく相性がいいので使います。これが小さじ1杯弱です、うん、と、こちらは人参の果汁の量が人参によって違いますので、補助的に足りなかったら使う予定の豆乳です。今日は多分でもすりおろしたら割とジューシーだったのでいらないかなと思ってます。あ、ちょっと水気が足りないようだと豆乳を補うと。はい、うん、そしてココナッツオイルです。お、ココナッツオイル、ココナッツオイルは今の季節だと固まってますけど、これはナイフで切っちゃって 30g です。うーん、これが溶けてね、オイルになるんですよね。はい、はい、では早速作っていただきましょう。はい、まずココナッツオイルを湯煎で溶かします。ボウルにもう熱い熱湯を入れて、はい、その上にまたココナッツオイルを、はい、乗せておきます。
入れたボールを重ねて乗せておくだけ。はい、はい、おすぐ溶けてきた、ね、で人参を絞ります。繊維と果汁に分けます、うん、はい、なるほど。まあ鮮やかなオレンジで、このまま飲んでも美味しいですよね。ナバリの人参は素晴らしいですね。はい、このように分けられました。はい、ココナッツオイルが溶けてきてますので、あ、溶かして透明になって、はい、もう割とすぐ溶けるんですね。そうですね、夏だったらもう最初からびしゃびしゃですもんね。あ、そうかそうか、だいたい溶けたら小麦粉を入れます。ココナッツオイルのボウルにそのまま小麦粉を投入。はい、でここでかき混ぜますけど、手で混ぜるんですね。そうですね、手の方がいいです、うん、ココナッツオイルが全部が粉に行き渡るように混ぜます、まあ、指先でも潰しながらっていう感じで、はい、まんべんなく油と粉が混ざるようにポロポロに、なるべく均一にします。ダマダマをこう粉にしていく感じですね。はい、ダマダマを粉にします。こんな感じです。はい、そこにお砂糖と塩、もう全量投入ですね。全量投入です。でベーキングパウダーです。はい、ベーキングパウダーダマになってると膨らみに支障が出ますので、うん、ほぐして練る練る。でここまでは順番どっちがどっちになっても大丈夫なんですけど、全部合わさったところに繊維を入れます。人参の繊維、はい、よく絞って、よく絞って入れます。で水気が加わるとベーキングパウダーがすぐ反応し始めますから、はい、あの急いで、時間がここから先はあの急いでください、急いでくださいというか、他電話に出たりしないようにして、ね、出たりしない、何シュワシュワ言い出す感じ。もうそうですね、あのふわーってなった時に火が当たってボワーって膨らんでいくんで、そっか、先に手早くしないとね。はい、ほぐします。はい、でおろすのに、あ、出来上がりが滑らかな方がいい人は細かいのでおろしたり、あとはあのハンディブレンダーでごくごく細かくしてあげてください。人参嫌いのお子さんとかだとそれで分かんなくなっちゃうと思いますので。でここに液体を入れます。あ、後で、はい、後で、でいよいよ反応が始まりますので、でもますます手早くね。はい、はい、こんな感じで、はい、これでもうこれ以上練っちゃいけないんですよ、ね、そうなんだ。もうなんていうか空気の、中に空気の層がある方が美味しくって、はい、ぺったんこにすると小麦粉はすぐグルテンが形成されるので、うん、ぺったんこにあのカチカチになっていきます。じゃあ混ぜ方もその本当の均一っていうよりはやっぱ、はい、こうざっくり混ぜて、ざっくり混ぜてください。で今、まあ、言ったらその、水分と粉のダマダマがちょっと残ってる状態を、うん、はい、ダマダマ残って大丈夫です。これ以上は混ぜきらん、混ぜすぎないと、はい、この具合が大事ですね。天板にのせて、そしてクッキングシートの上に乗せます、はい、このくらいがいいかな。本当にあの素朴なお団子っていうか、素朴なお団子で、そのまんまあの手に取ってあこねこねしたり丸めたりせずに、はい、クッキングシートの上にそポソッと乗せるっていう感じですね。乗せます。ゴロンゴロンの空気が入ってる感じ、空気が入ってね、はい、美味しそう。で、まだ焼く前やけど、はい、同じレシピなんですけど、これがスコーン1で、はい、ここに 8g 検討の小麦粉を加えてあげて、はい、8g と言いながら 手で掴んで、うん、まあ大体、大体、大体困るんですけど、あ、大体困りますね。あ、そうやね。まあ、8g ぐらい、8g から 10g、うん、はい、加えていただきますと、はい、さっきのこのポロポロ具合が、はい、ペトペトに変わりますね、はいはい、まとまりますね。まとまりましたね。でまとまったら、へえ、2種類作ってくれるんですか。はい、この同じレシピで2種類できるんです。すごい、はい、ボウルの中でぺったんこにしました。はいはい、これもそんなに混ぜ混ぜせずに、はい、まあ、とにかくひとまとまりになったのを、
厚み 1.5 センチぐらいのシート状に、1.5センチぐらい、はい、シートにするみたいな感じでね、はい、ぺったんこにするって感じで、適当な大きさのもので抜きます。これはガラスのコップですね。コップで抜きます、うん、型抜きにしてそのまん丸いものにして、うんうん、こんな感じ、はいはい、最後はしょうがないから適当な形にしてください、うんうん、このまま焼いてもいいし、いいし、ハサミでちょっと切ってあげても可愛い感じ、うん、はい、できました、分かりました。で今天板に乗せます。乗せて乗せて、ではちょっと、はい、場所をね、オーブンの方に行きましょうか。はい、あ、これはまたちょっとあのクラシックな、クラシカルな、クラシカルな、どうしたんですかこのオーブン。これもらったんですよ、もうその、うん、くださった方も誰かからもらって、うん、なんか引き継がれてって、で菅井さん使わないって言われて、でもらって最初はねうまく使えなかったんですけど、うん、あの周りにレンガ置いてみたんですよ、はい、こんなのまあいい感じで焼けるじゃないですか、すごい、そんなレンガ周り置くとオーブンの焼き具合が変わるんや、熱がこもりやすくなるかな、はい、ね、物を大事にしていきたいと思います。使えるものは ね、 1970年代、すごい、すごい、うん、で今スコーンが投入されました。これは温度と時間は、はい、温度は180度ぐらいでだいたい15分くらいです、うんうん、余熱は、余熱はした方がいいです。で余熱するとしたら、まあ、オーブンのなんていうかな、機能に性能によって違うんで、うちのオーブンだったら15分ぐらい、うん、もうちょっと性能いいやつだと短くていいと思います、まあ、とにかく180度になるまで余熱をして、はい、でそこに入れて15分、はい、そうですね、はい、わかりました。ではちょっと待ちましょう、はい、スコーンがね焼き上がったようですので、はい、オーブンから取り出しましょう、はい、わあ、いい焼け具合で美味しそうですね、はい、ということで、こちらにねスコーンが出来上がりました。2種類のスコーンそれぞれですね、美味しそうです。じゃあ私ちょっとあの試食を、はい、どうぞさせていただきます。いい焦げ目がついてます ね、 ね、これをじゃあ、うん、熱々のところをいただきますうん、外が本当にサックサクで、うん、中がしっとりふわっふわで、すごい美味しいです。ありがとうございます、うん、へえ、これがねスコーンですね、本当にね、この空気感が大事なんですね、うん、そうですでもう一種類の、うん、ここ動かしてもらっていい、うん、こちらのねちょっと小麦粉を足した方の熱々スコーンいただきます。うん、確かに味、うん、あの違うビスケットみたいな、うん、そうですね、うん、ちょっと中がふわふわのゴロッとめのビスケットと本当のこのスコーンっていうのと、うん、なるほど、あ、ちょっとでも両方スコーンなんだよ。あ、そうか、これもスコーンなんですね、うん、そうなの、あのイギリスで、うん、スターバックスとかでこう切ってあるやつあるじゃないですか、うん、そういうタイプのとこういうハンドメイドタイプと両方同じなんだよ、うん、でどっちが本当のイギリスのスコーンって言われてもどっちもあるんですって、うん、なるほど、うん、あ、すごくおいしい。フェンネルのこの時々やってくるスパイシーな感じが、うんね、大人の味、うん、フェンネルあった方が効いてます。なるほど、ありがとうございます。イギリスの味スコーンをいただきました、ありがとうございます。ということで、今日の国はイギリス、美味しい手作りのスコーンをぜひ皆さんも作ってみてください、出張料理バルバルのシェフ菅井美由紀さんでした。美由紀さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、最後に久志さんに1曲演奏していただきたいと思います。久志さん最後の曲は、はい、これはですね、あのジョン・ダウランドといってちょっとマニアックな選曲なんですが、イギリスの歴史上、芸術が最も華麗に開花したいわゆる黄金時代と称されるエリザベス一世女王の時代、1500何年とかそういうものすごい昔ですね、に活躍したリュート奏者、作曲家です。はい、で、まあ、このジョン・ダウランドの曲はイギリスの有名なスティングやなんかもカバーして CD 出したり DVD 出して今再評価をされている作曲家です。この古風な天下な調べをお聴きください。そのダウンランドの
代表的な曲である涙のパバーナを演奏します。はい、では最後もイギリスの曲で締めていただきましょう、はい、お願いいたします。